どうもアイトです。今日もロータスラビリンスをやっていきましょう。どのダンジョンに挑戦しますか？今回は風のダンジョン極級。パーティーを編成してください。ゆかり様の式神として全力を尽くそう。何でも壊してあげる。それじゃ行きましょうか。これでよろしいですか？それでは頑張ってくださいね。今回はこの3人でクリアを目指すぜ。こんなの全然楽しくないよ。くそ、なんて様だ。まだまだこれからよ。3人のスキルを確認。過去動画でも紹介したけど、ランは超人聖百錬と、式神を使う程度の能力をメインにした構成。仲間全体のレアリティが上がったのと、フルイドで入手したスキルで、今でもスキルの構成に悩む。だが、それがいい。TODR は、ひたすら装備の育成。ロータスラビリンスは、ひたすら仲間を育成するゲーム。今回連れてきた3人には、一応役割を持たせている。ランはメインアタッカー。レイムはバフ要員。フランもアタッカーかな。まあ、一人一人が敵と対峙しても、そう簡単には負けないスキル構成にしているよ。スキル紹介終わり。それじゃあやっていくよ。私たち強くなりました。私はまだまだ強くなれる。おい、マジかよ。最近エラーが多いんだが。問題を報告だ。ちょっと確認してみよう。私たち強くなりました。私はまだまだ強くなれる。ランのセリフの私はまだまだ強くなれるのあたりが怪しい。同意して報告。とりあえずゲームを再起動するか。今度はエラー落ちするなよ。見切った。また力が増したみたい。ランとフランが強すぎる。舐められたものね。邪魔をしないで。はっ。また力が増したみたいね。大妖精の羽。TODR では DLC 第12弾で、ついてきた武器。もしかすると PV では確認できた。アブソリュートゼロも属性ダンジョンで拾えるのかな？チルノのイメージ武器なんですが、すごくかっこいいのです。チルノの持っている
細い方の剣がアブソリュートゼロ。あ、舐められたものね。強くなっとけない。そこだ。また一つ強くなりました。また力が増したみたいね。ラインを立てた視線、両刀犬走りにより攻撃範囲がどうか。そこだ。戦力力が高い。もうウェーブ、ランス飛びでいいんじゃないかな。私、強くなったみたい。登場ライスシャワー。妖刀犬走りだと。ジュリセンター。2万8594のダメージ。はな。また力が増したみたいね。逃げ場はないぞ。131434のダメージだと。ついにランの世ダメージが10万を超えた。まただよ。また一つ強くなりました。はっ。両刀犬走りに転入。舐められたものね。また一つ強くなりました。逃げ場はないぞ。75202のダメージ。そこ見切った。また力が増したみたいね。白老天がカラスを拾った。白老天がもみじを拾った。両刀犬走り3本目。壊れちゃえ。舐められたものね。させるか。お、BGM がタワーオブデザイアになった。邪魔をしないで。改めて聞くといいよね。そこ。COD の大会画面を思い出す。一元シリーズは曲が素晴らしい。邪魔をしないで。KOBI のタイトル画面で流れている曲、タイトル画面でキャラが順番に切り替わるのいいよね。また一つ強くなりました。
ジュリ戦が出た。これで2本目かな。五穀豊穣ライスシャワー。邪魔をしないで。せい。この時、薬老天がもみじも落ちてたのか。プレイ中は気づかなかった。ふとちゃんのテーマですね。犬走り4本目です。バーゲンセールかな。逃げ場はないぞ。壊れちゃえ。私はまだまだ強くなれる。そんな、いい感じ。いただきます。舐められたものね。あ、来た。五穀豊穣ライスシャワー。私はまだまだ強くなれる。はい、というわけで、風のダンジョン獄宮は、妖刀犬走りのバーゲンセールでした。そして、プレイヤーであるサナエよりも、仲間たちの方が強いということが、証明されました。今回でランの余ダメージが、13万を超えたけど、どこまで上がるのかな？今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。